宝来祭りを彩る巨大な人形、作り物、う子たちが担いで町内を練り歩く、金博士神社宝来祭りは、日本の祭り、石川県白山市剣地区で、毎年10月初旬に開催される祭りで、正式名称は、金博士宮周期霊大祭。白山市の無形民族文化財に指定されている。白山市剣地区にある、金剣神社の周期霊大祭に伴って模様される。 行列神事で約800年前にその原型となるものが始まったと言われる。1970年から地元の商工会などの発案により観光振興のため、宝来祭りと通称するようになった。金剣ギグルの御腰を先頭に邪気を払う棒振りの役目を果たす獅仕方と神への感謝を表すために作られた武者などの人形の 作り物からなるみこしとぎの行列が白山市剣地区を2日間かけて練り歩く。1999年までは10月2日の霊体祭に引き続き10月3日4日に開催されていた。しかし、祭り参加者現象などの初版事情から2000年より10月初旬の土日曜日にみこしとぎが開催されるようになった。霊体祭は変わらず、毎年10月2日に行われている。 宝来祭りの名前の由来は、御腰、作り物を担ぐ若歌手の掛け声、洋宝来から。それを、中国の伝説に登場する宝来山とも、また、宝が来るとも、また、他の意味とも見取ってもらうため、あえてひらがなとしている。祭りの由来は、今から800年以上前の白山事件に橋を発しているという。平家物語にも登場する白山事件とは、ガガの国史、 近藤志向と白山首との対立が発展し、志向らの暴挙に対する処罰を求めて大衆が御しを担いで経営と豪祖するまでに至った事件で、金剣儀具の御しもまたその豪祖に加わった御しの一つであった。党を警護する武士との騒乱の中で、首都側では死者が出たり、警護の放った矢が御しに当たるなどしたが、やがて訴えは聞き入れられ志向は終わりへ入るとなり、 騒動は収束する。金鶴ギグルでは、秋の収穫時期に、五穀豊穣を願うとともに、白山事件の御しの中で唯一帰還したとされる、御しの外旋を祝い、祭りを取り行うようになった。初老の役年を迎えた衆が、白鳥と呼ばれる白い衣装に身を包み、御しを担いで町内を練り歩く。御しと御の二日間のうち、一日目を前役、二日目を、 後役の人々で、白鳥衆を担うことが通例となっている。祭り初日、前役の白鳥衆が担ぐ御こしは、神社境内を出発し、通称南団と呼ばれる表参道級階段を降り、鶴木南地区の各小払い所にて神事を行う。町中心部に設けられたお借り屋で一晩を過ごし、二日目は、後役の白鳥衆が担いで、北地区の小払い所を回り、送りししの後、今度は、 女団と呼ばれる階段を担いで、上り神社へと帰る。男団と女団、いずれも御子が石団を上り降りする様子は勇壮なものとして知られる。獅子方は、御子の巡行に随行し、巨大な胴体を持つ獅子と、墓役、林方、幕面、小中学生、赤羽衆からなる。各家の軒先や、見物要所にて、小中学生や赤羽衆が、棒振りと呼ばれる演舞を披露し、 主に渡魚行列の2番目と最後尾に位置し、つゆ払いの役目を担っている。獅子殺しと言われる雄壮な加賀獅子の中でも、つ木の獅子は雄奏を極めており、特に赤羽衆の棒ぶりは、舞というよりも、むしろ演武か殺人に近い。宝来祭りの作り物、作り物は獅子方と、同じく渡魚巡行に随行し、袴役、赤羽衆からなり、獅子方のつゆ払いに対して、 立ち持ちの役割を担っている赤羽衆が作り物と呼ばれる高さ5メートルほどの巨大人形を担ぎ町内を練り歩く着物の模様などに野菜をあしらった作り物は各町会の青年団が1ヶ月から2ヶ月をかけて制作し武将や歌舞伎の演目などを題材にして毎年趣向を凝らしたものが作られる祭り終了後は白山市や和町のパークシク内にある 作り物の館にて展示され、無料で観覧することができる。祭り歌主に見越しや作り物を担ぐ時や、ご祝儀をいただいた時に、担ぎ手が歌う、宝来祭り特有の伝統歌。祭り歌はその歌詞によって、成長歌と替え歌の二種類に大別される。五国宝城や家の繁栄を祝う歌詞、または、剣や神社を称える歌詞などを、成長歌といい、いささか卑猥な、 成功医や世の風俗を皮肉った歌詞を返上かまたは一般に替え歌という替え歌の歌詞には放送禁止用語が含まれるものがあるため祭りの様子をテレビ放送する際無音声または音声の差し替えが行われた上で放送されることが多い工場作り者が衆議をいただいた際には赤羽衆が次のような工場を述べて披露する金貨万両語志向たくさん右は 人気、エえー、と、エえー、ととありまして、町は様より、町づくり者に、静止化さあるおみこしやしし方は、蒸気のような向上は述べない。ABC 金博士宮、蓬来祭りと、地域社会、杉山里市、金沢、大学文化人類学研究室調査実習報告、書、1994と御巡行の最終日の夜、 通称女団と呼ばれる神社の裏参道前で、御しを運行してきた後役の白鳥衆が見守る中、梅払いの獅子法が、見送りの棒振りを披露する。その後、白鳥衆は御しを神社境内まで担いで、裏参道女団を登っていき、御しが見えなくなるまで獅子は、参道鳥居の前で見送る。この、送り獅子は、それまでの壮然とした祭りの雰囲気が一変した。 性質で有限な雰囲気の中で行われる。蓬来祭りの幕面つゆ払い役の猿田彦だと推察される、奇怪な面と奇抜な衣装で、死守の周りに出没し、子供を驚かしたり、道家のように棒振りに参加したりするもののこと。主言者が持つような尺杖や、キスキータなどを手にし、縄に繋がった一等感などの寛容器を腰から下げて、ガラガラとそれを引きずって歩く。 白鳥に対する俗称で、いわゆる若い種が着る衣装、または若い種のこと、和装の襦袢のような着物の上に、剣体といわれる相撲の化粧回しのようなものを身に、つけた姿である。現在では、宝来祭の衣装として作られたものが、剣町内の五福店等で販売されているが、以前は本物の女性用の肌襦袢を着ていた。その肌襦袢が赤い色のものが多かったことから、 赤羽と呼称されるようになった。ありがとうございます。